はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ファインペイでお試しクーポンを始まる、他のお得なキャンペーンと組み合わせも可能ということで、今回は久しぶりのファインペイの情報ですね。この動画では、ファインペイで新たに始まったサービスとキャンペーンについてお伝えします。結構ですね、ローソンのお試し会見とかと類似してるところもありますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう いてことで、今回お伝えする内容なんですけども、大きく3つに分けてお伝えしたいと思います。順に1番からなんですが、 一個買うと一個もらえるっていうものなんですが、それがこちらですね。対象商品いろいろ一個買うと一個もらえるキャンペーンということで、ま、簡単に言うと、あの、セブンイレブンとかで今現在も開催中のキャンペーンにちょっと近いかなと思うんですが、わかりやすく言うとこんな感じです。例えば、このじゃがりこ L サイズのサラダ味ですね。税込み170円の商品を買ったら、なんとペプシコーラ119円がもらえたりとか、他にもコアラのマーチョコレートが180円で買ったら、コアラのマチのイチゴ味も108円で無料でもらえるっていうね。よくセブン 2011でこういったキャンペーン見かけることが多いのかなと思ってます。それがね、ファミリーマートでも、まあ大々的に始まったという感じになっております。で、今出てるのは第1弾で、次に第2弾、これが6月の8日からですね。で、そして第3弾、6月15日からということなんで、結構まあパッと見の商品で、まあまあいい感じの商品が揃ってるんじゃないかなというふうに思っております。 なのでね、キャンペーンと合わせて使ってもいいと思いますし、まあ、今の時期であれば、アップルペイのビザタッチのキャンペーンとかと合わせて使えばね、かなりお得に商品をゲットすることもできるんじゃないかなというふうに思っております。まあ今回このキャンペーン、ファミリーマートの40周年キャンペーンの一つとして入ってるんですが、まあ今後もこのキャンペーンがね、長く開催されればね、個人的にちょっと嬉しいかなというふうにも思ってます。 で、このキャンペーンと併用して、今回の本題でもあるこちらのお試しクーポンというものなんですが、まあ、それがこちらなんですけども、お試しクーポン D ポイント、楽天ポイント T ポイント、ファミペイポイントユーザーの皆様ということで、ポイント連携したファインマのアプリ限定お持ちのポイントで、人気商品が最大75%オフということで、まあ、結論から言うと、これはね、本当にあの、ローソンのお試し機会見と本当に似てます。それのファミリーマートバージョンという感じに置き換えて考えていただければ大丈夫です。まあ、わかりやすくね、説明 書きにも出てる通りお試しクーポンとはポイント D ポイント楽天ポイント T ポイントそして ファインペイを利用して商品をお試し価格で取得できるお得なクーポンとなってますということですね。これ後ほど画面シーンをお伝えするんですけども、タグの見方ということで、今の商品の状況ですね、こんな感じに出てます。ニュー、残りわずか、受付終了ということで、在庫の数量が10%未満になった場合は残りわずかという感じでね、こんな風にも出てますんで、見分け方も結構使いやすいっちゃ使いやすそうな感じにはなっております。で、注意事項にもいろいろ出てるんですが、一度に予約できるお試しクーポンの上限枚数は3枚までと。で同じ 商品のお試しクーポン1 1日1枚まで、予約できるっってていう風になっておりますで複数のポイントを併用、またはポイントとファインペイを併用して予約することはできないっていうことになってますんで、こちらもちょっと気をつけないといけないですね。で、予約中のお試しクーポンの有効期限は24時間となってますんで、本当にローソンのお試し会見とめちゃくちゃ似てますね。で、今週の対象商品ということで、まあ、ざっと見た感じでよく見かけるような商品も多いと思います。例えば、お茶のあやたかですね。こちらが40ポイントで交換できたりですとか、カルピスが50ポイント。 他にもファミチキが50ポイントとか、えー、ファミコロこちらも20ポイントとか、で、他にもね、こういったチョコとか、まあ、ファミリーマートのオリジナルブランドの商品もね、置いてるものがちらほらとある感じになっております。で、実際にですね、このクーポンどれぐらいお得なのかっていうことで、まあ僕なりにちょっとした計算をしてみました。例えばですね、こちらカルピスウォーター 500ml の商品ですね、必要ポイント数が50ポイントということだったんですけども、例えばこれ、ファミリーマートで 販売されている金額が税込みで151円だったんですけどもそれが50ポイントということになるので単純計算で1ポイントの価値がなんと3円分に上がるんですよねなので普通に考えてもめちゃくちゃお得ですよね続きましてこちらファミリーマートのファミチキですねこちらは50ポイントで交換ができるということなんですけども販売されている価格が180円税込みということですのでこれが50ポイント交換となりますなので1ポイントの価値がなんと3.6円まで上がるんですよねそう考えてもお得ですよねそしてこちらエンドーマム100 使用エンドウ豆スナックということでこちらはね40ポイントで交換できますもともと108円税込みの商品なんですけどもそれが40ポイントなので単純計算で1ポイントの価値がなんと2.7円までアップするということになるんでまあ、正直どれを買ってもお得にはなるんですけどももうこういった感じにねこのキャンペーンっていうのは本当にローソンのお試し会見にちょっと近い感じで1ポイントの価値がぐっと上がるようなものとなっておりますしかもねちょっと今回僕は試してないんですけども楽天ポイントの期間限定ポイントの消化とかにも良さそうな感じでしたねで個人的になんです で、出てきてきしい商品が1つだけあ早速ですね、こちらのキャンペーン僕も参加してみましたので、ファインペイのアプリを使いながら解説をしたいと思います。まずはですね、通常通りファインペイのアプリを開いていただきまして、早速今日スタートのね、朝7時からやってきました。で、開いていただいて、このクーポンというところを開いていただくと、ご覧のようないつものクーポンの画面が出てくるんですが、一番上にですね、ポイントお得なクーポンゲットということで、こちらをタップしていただくと、画面をタップしていただくと、 画面が変わってですねなんと朝一はこのシステムが始まったから理由なのか分かんないんですけどもずーっとシステムエラーばっかりでした本当にねファミリーマート店の前でずっと今日会社出勤だったんですけども全然この画面からね変わらず かなりアタフタしておりました。なので、すごいね、朝から激混みしてたんで、ポイ活がすごい盛り上がってるんだろうなっていうふうに、ある意味関心をしましたね。ですけども、時間が経過してもですね、全然改善しなかったんですよ。この作業は、午前中の7時から7時半までずっとやったんですけども、ずっとシステムエラーで、全然改善しなくて、ですけども、ちょっとね、ツイッターを見る限り、一旦、この方法であれば、なんとか進むことができますよっていうことを拝見したので、ちょっとトライしてみたいと思うんですが、その方法、めちゃくちゃシンプルな なんですが通常のファインペイのアプリを開いていただいたら右下のマイページという項目をタップしていただきます。マイページの下の方にログアウトという項目があるのでここをタップしたら ログアウトしますかというふうな、こういったポップアップが出てくるので、これで OK をします。そしたらですね、なぜかしらこう、完全にログアウトせず、ポイントカード、T ポイントとか楽天ポイントとか D ポイントカード、そういった連携が解除された状態になります。まあ、こういった感じですね。まあ、多分本当は、しっかりとログアウトされるんかなと思ったんですけども、普通にログインされたままだったんで、再度ね、ここのポイント登録。 行いまましししててもう一度ね自分が持ってる D ポイントと連携しましたなのでね、ねしっかりりとと万ポイントと出ておりますでこの状態でもう一回ね、クーポンの獲得をしてみようかなと思いまして、このクーポン回数券を使うっていうところをタップしたら、うまくね、画面が進みまして、もうその時はね、時すでに遅しということで、もう1時12分、13時12分ですね、お昼休憩中にもう一回画面を見たらですね、もうほとんどの商品が受付終了でかなりね、気がめいったんですけども、まあ、試しにね、このカルピスウォーターをですね、 ゲッットしししててみたたたいいいと思いままこここをタップしたらこういった風な画面に切りり替わります今自分が持ってるね、ポイント、どれを使って予約をしますかっていう風に、3種類出てくる。プラス、ファインペイでも予約することができるんですけども、今回はね、僕 D ポイントあったので、ここで D ポイントを使って予約をします。で、ここをタップしたら、画面が切り替わりまして、予約確認、ポイントを使用してお試しクーポンを予約します。予約内容確認、変更する場合は、キャンセルを押して、前の画面に戻ってください。 お試しクーポンの予約は24時間有効ですということで、間違いなければここの予約するをタップします。で、うまく予約ができまして、別の商品もですね、続いて予約をしてみたいと思いまして、このひねり上げですね、こちらも予約して、あまり希望の商品ではなかったんですけども、とりあえず今回試しにね、3枚ほどお試しクーポンをゲットすることができました。でですね、まあ無事に商品引っ換することができまして、ちょっと仮に等はなかったんですけども、この、 カリーズのコーヒーとカルピスウォーターそしてひねりあげであとはねファインペイがたまにくれる無料クーポンがですね2つほどあったのでお酒2つっていうことで今回は交換してきましたちなみにですね今回カルピスウォーター交換したらですねここのラインポイントが10ポイントもらえるキャンペーンもやってましたんでちょっとお得感はありましたねでさらにこのカルピスなんですけどもこちら今出てるような先ほどお伝えした対象商品いろいろ1個買うと1個もらえるキャンペーンの対象商品でございましてなんとですね50ポイントで交換できたプラスこのカルピスウォーター レモンもなんと無料で引き換えすることができるっていうねかなりお得でございましたちなみにこちらの商品ですねまあ、本当はねあのお茶のあやでしたっけあれがねかなりお得だったんですけども僕がね予約しようとした時にはもうできなかったのでちょっと残念だったんですけども普通にねこのカルピスでもお得だったのでラッキーだなっていう風にも思ってますちなみになんですけども、まあ、こちらもねツイッターを見てて まあ、面白い情報だったんですが、このお試しクーポンを3枚予約して、で、商品を交換すると、ここまで OK だと思うんですが、そこからですね、同じ日にお試しクーポンを3枚予約して、商品交換。こういった方法もできるみたいです。まあ、同じ商品は確かできなかったっていうことで、まあ、注意書きにはあったんですけども、別の商品があればですね、ポイントがあれば上限に到達するまで交換が可能になってるんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっとね、僕もバタバタちょっと商品を交換して、自宅に戻って今動画を撮影しているので、そこまでは試すことができ できなかったんですけどももしそれができましたよっていうことがあればぜひコメントいただければ嬉しいですで最後3つ目のキャンペーンなんですけどもこちらですね楽天ポイントの紐付けがお得っていうことでこれどういったことかと言いますとこちらで、ね、それがこちらなんですけども初めてファインペイに楽天ポイントカードを連携し ファインペイを提示して税込200円以上お買い物された方に100万ポイント山分けプレゼントということでキャンペーンの期間が6月の1日から6月の28日までの6月いっぱいのキャンペーンとなっておりますまあほとんどの方がおそらくね楽天ポイント連携されている方がいらっしゃるかと思うんですがまあそうじゃない方はねこのキャンペーンエントリーをして参加してみてもいいと思います流れはいたってシンプルでキャンペーン期間中にエントリーを行ってその後に楽天ポイントカードが連携されたファインペイを提示して税込200円以上のお買い物をするとそしたらこの100万ポイント山分けプレ にに参加ができるううよなな流れになります、まあ、詳細いろいろ出てるんですけども、得点ポイント申請ということで、もらえるポイントは期間限定ポイント、楽天の期間限定ポイントがもらえる、プラス、お一人様あたり獲得できるポイントの上限は200ポイント、で、さらに山分けポイント以上のご参加があって、 場合を1人様あたり1ポイントの進呈となるということでございますんでこのね200か1ポイントどちらかがもらえるということになりますんでとりあえず連携されてない方はこのキャンペーンね連携して参加してみてまあ200ポイントもらえたらラッキーかなみたいな感じで参加してみるぐらいがちょうどいいかなと思ってますということで本日お伝えしたキャンペーン3つまとめると1個買うと1個もらえるキャンペーンそれに加えてお試しクーポンですねでさらに楽天ポイントを紐付けると今であればお得ですよということでこのキャンペーンの個人的にここがポイントだな と思ったのがそれがここなんですが、期間が迫っているポイントの消化に最適ということで、例えばこれがローソンであれば D ポイントとか、まあ、ポンタポイントを使って消化することができます。で、D ポイントであれば期間用途限定が使えるので、それがすごいローソンのお試し会見では良かったんですけども、今回はファミペイになるので、 ちょっと僕は試してなかったんですけども、楽天の期間限定ポイントの消化にちょうどいいのかなというふうに思ってます。まあ、今回ね、その期間限定ポイントを使って参加しましたよという方がいらっしゃればコメントいただければ嬉しいんですけども、僕はね、今回 D ポイントの通常の D ポイントで参加したので、期間が迫ってるポイントがそんないなかったんですけども、本当にね、このお試しクーポンに関したら、まあかなりね、朝激混みだったんですけども、今後の使い方として、まあかなりね、 お得に使えるものになってくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんなこんなで今回はファインペンのお得なキャンペーンについて、そしてお得なサービスについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。ま、ほんとね、今日のこのお試しクーポンに参加して、まあ、混むだろうなって予想はしてたんですけども、こんなに重たくなるのかっていうふうには予想はしてなかったですね。今後もね、どんな商品が出てくるのか全然わかんないんですけども、うまい感じにまたポイントの消化をしていこうかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク、3つに関しては概要欄に貼っておきますんで、 こちらも詳細気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。